皆さん、おはようございます。今日は大会10日前、僕の原料家のフル食、紹介していきたいと思います。ではどうぞ。朝一は、最近まではちょっと取ってなかったんですけど、まあ、原料末期になって、グルタミンを取り出してます。飲んで。グルタミンは何グラムぐらい取りますか？グルタミンはおそらく10グラムぐらい取ってるかな。入ってるスプーンが大体1スクープ5グラムなんで、山盛りを取ってる感じです。水は気にせず、水道水おぉ、山盛り。で、これ飲んだら、朝食を作っていきたいと思います。では、冷凍のやつですね。一応油があまり垂れないようにっていうことで、アルミホイルとして、あとはグリルでやるだけですね。卵は気分なんですけど、だいたい今はもう全卵1個を焼きます。お寿司も毎朝飲んでます。味噌汁は、いや、特にあれですけど、減量中って塩分が全く、まあ全くじゃないですけど、少なくなりすぎるんで、割とそれで、ね、しっかり飲むようにはしてます。とりあえずこれであとは待つだけですね。その間に、まあ、子供のご飯の準備とかしてます。感じで離乳食があるんで、これが玉ねぎと人参かな。かわいい。あとはこれをラップしてレンチンするだけです、毎回ご飯の量を測ってるんで、朝は 200g、202g くらい食べます。先にご飯を、弁当を作って、準備します。しめじと玉ねぎ。包丁あんまうまくないんですけどいつも通りこれちょっともう事前に切られてるんですけど、300ちょっと持ってますかね。大体いつも300から400の間ぐらいになるんで、まあ、少ない時はその分何かコンビニで買ったりとかして足します。きのこもめっちゃ入れると思うんですけど、きのこは何のために取りますか？きのこも食物繊維として、あとは、まあ、お腹に溜まりやすいっていうのもあるので。減量中限らずに、水溶性食物繊維で、エネルギー、味噌汁にも入れてます、ね。量は適当に。結構あれですね。量は適当ですね。いや、はい、適当です。キムチとかもどこのがいいとかそういうのはあんまりないんですか？いろいろ試してっていうか、まあ、いろんななんか買ってみて結局。一番無難かなそう、味的にですか？はい、あ、そうです。牛角のやつも結構好きかな。 BFC もそんなに厳密に
考えてないです。あの今のこの段階で大体のタンパク質はこれぐらい取れればいいかぐらいの感じ。この時期こそめちゃめちゃピリピリしてる感じがするんですけど、木野さんそんな感じしないですね。生まれてから怒ったことないみたいです。そんなそれはいいや。全然怒んないですね。こっからがちょっとあまり絵的には綺麗じゃないですけど、大丈夫ですかこれはどういうの。多分僕がどう思われるかですよね。多分視聴者はそこまで真似したいと思うんで。これは真似しなくていいです。逆にいつも気ぃ使う。まあ皿が汚れるから怒られるんですけど。完食です。メーカーのこだわりは本当にないです。手軽に買えるネイチャーメイドと、DHC の B を多めに取ったんです。2畳と B も2畳っていう感じです。これは毎食後、一応取るようにしてます。酸素はもうほぼやってなくてゼロですね。ただ距離が家から駅まで15分ぐらいあるんで、それの往復だけで30分は自然と歩いてる感じです。立川なんてあれですけど、たまに新宿とかもあったりして、結果的に1日 の活動量が、多くなる感じです。あえて有酸素はやってないです。これからパーソナルで立川の方に行ってきます。2時前ですけど、はい、これが2食目ですかね。2食目になります。湧いちゃいました。結構しんどいですね、これだけ開くと。移動とかで食べないんだけど、まあ、見た目はですけど、胸肉、しめじ、玉ねぎとブロッコリーです、ね、ちょっとコンビニで半熟で。あんまりなんか見て食べないですけどね。たまにナッツとか、はい、でちょっと脂質を取ったりとか。とりあえず塩を持ってきてたんですけど、私忘れちゃいました。あら、結構電解質、ミネラルも大事ですよね、減量中って。本当に大事ですね。なんか全然体が張らないんで取らない。ああ、逆に減量中張らないなって時はミネラル取れば結構張りやすいですか。それこそトレーニング中に入れ始めたので、今回が初めてなので、これで結構体感してます。間も空いたから多めで、うん、そっか、間を空いたら多めに取ってもいいんですね。本当に気分ですよ。しっかり体見てるからこそ、これぐらいさじ加減が分かってくるんですかね。そうですね。なんか落ちるはずの食事にはなってるはずなので、焦らなくてもいいます。何ヶ月全体の減量を取りました。一応3ヶ月。
84ぐらいからで、今朝が 78.5、 あと10日で78切るぐらいなのかなっていう。ちょっととカーボが、40から50ぐらいの、栄養を取りたいと思います。この後落ち着いて夜ご飯、食べていきます。ちょっと歩いてるんで食べるシーン取れないんですけど、カロリーとか載せておきます。はい、本日の最後の食事になります。ちょっと最後はこういう感じで自撮り形式で取ろうと思います。最後の食事なんですけど、白米が150と、ちょっと上にシソ昆布が乗ってます。あとはタラが2切れと、ズッキーニとナスの炒め物っていう感じになります。あとは味噌汁ですね。味噌汁は朝と同じ、イヌリンを入れて食物繊維を足します。夜は奥さんが作ってくれてたので、いつもだいたいこんな感じですね。僕が朝できるだけ作って、夜が奥さんが作ってくれるという感じです。いつも子供を見てもらってるので、僕も奥さんが、今ポージングとかしてるんですけど、やりに行く時とかは一日中見たりとかもしてるんですけど、大変ですね。ぶっちゃけ仕事よりも大変じゃないかっていうぐらい子育てやっぱ大変なんで、朝ぐらいはちょっと僕が動けるときは動こうかなと思ってます。トレーニングも好きな時に行かせてもらってるんで、それぐらいはやろうかなっていう感じです。今ちなみに奥さんはジム行ってトレーニングしてます。マジで世界一美味しそうじゃなく食べるよね。美味しいよ。はい、最後の食事食べ終わりました。朝と一緒で、夕食後もビタミンと、マルチビタミンとビタミン B を、取って、今日はもう終わりになります。だいたいいつもこんな感じのフル食で、今日はちょっと一食分固形が少ない感じになってます。たまにそういう日もある感じですね。カロリーとか PUC は最後出てると思いますので、よかったら参考にしてください。僕自身も個人の YouTube チャンネルとかで、トレーニングの情報とか、あとは減量についてとか、発信してるので、それのチェックもよろしくお願いします。あとは今パーソナルも立川ゴールドで行ってますので、概要欄の公式 LINE の方から、予約可能となってますんで、そちらも興味ある方はぜひお願いします。大会10日後にあるんですけど、 JBBF の応援 TV っていうところから、ライブで見ることができますんで、その辺も、よかったら9月3日ですね、僕の出番は多分3時から4時ぐらいかなと思います。日曜日なので、お時間ある方はよかったら見てください。はい、っていう感じで、僕の減量時のフル食でした。最後までご視聴ありがとうございます。ではバイバイ。